フィーチュレス。さあ、本日はですね、今回はですね、今回カナオグッズじゃございません。五等分の花嫁のグッズの方、紹介していきたいと思います。今回はですね、ラクマで買ったんですけど、これ全部で合わせて1399円。これ安いなと思って急いで買いました。では、早速紹介していきたいと思います。で、今回はこちら。こちらがまず、2つ入ってるんですけど、こちら、アクスタとカードですね。それと別に、ラッキー缶バッジというものを6個入っててですね。これを開封していきたいと思います。これ、全部で8個で1300円なんですけど、安いと思いません？では、開けます。ちょっと最近ね、こう配置変えたんですよ。はい、まずこちらですね、キャラっとくじというものがございまして、以前なんですけど、それがこれですね、の相性がアクリルスタンド。結構ね、鬼滅よりでかい。なんかもうちょいちっちゃいのかなと思ったら2倍ぐらいあって、なのでですね。と、こちらですね、カード。これ後で開きます。それと、ラッキー缶バッジ、これすごいありますよね。でね、5月20日に映画やるんですよ、五等分の花嫁の。だけどその前にファン旅も始まるんで、それも見なきゃいけないなと思って、ちょっと忙しいなっていうのはあって、全部ねファン旅見たの。ハリーポッターシリーズ全部今まで見てきて、で全部 DVD 持ってるんですよ。なんで、でね、なんか事前に前売り買うとファイル第2弾をもらえるということで、ちょっと迷ってて、第1弾はちょっとどういう内容か分かんなかったんですけど、第2弾どうしようかなと思って。では1個目、まずこちらですね、制服パターンのやつですね。で、ちょっとどんどんいきます。で、2個目がブランコの時のやつなんですけど、こちらで、これ結構ね、全部開けるとなると結構大変で、これは制服パターンですね。結構カナオグッズ開けるもう結構何個ぐらいあるのかな、多分ね結構あるんですよ、本気で。これは同じですね、これは3つ一緒なんですよ。で、こちらですね。はい、これで全部もともと1499円だったんですよ。で、ポイント使いたいなと思って、そしたら400円分あったんですよ、ポイントが。なのでそちらを使って買いました。で、ちはやふるっていうのをこの前ブックオフで買ったんですよ。35巻まであったんですけど、それをその日がたまたまですね、なんか少女コミックは50% オフと、その本自体 30% オフでプラスだったんで、めっちゃ得したなっていうのがあって。で、台の方がこちら、これは後で組み立てます。はい、では閉めますね。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと、インスタグラム、ツイッター、スタンド FM、一覧のアイムのフォローもよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 See you again、 バイバイ、またね。動画見てくれてありがとう。概要欄の方におすすめの動画などもあるので、ぜひチェックしてね。あと、リオンちゃんによる占いもあんなんで、ぜひそちらも見てね。で、あと、インスタグラム、ツイッターのフォローも欠かさずしたら、いいことあるかもよ。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。うん。では、またお会いしましょう。See you again! バイバーイ、またねー、またねー、よーし、見てねー。バイ。見てねー。見てねー。